新宿。新井宿は、東海道五十三時の江戸、日本橋から数えて31番目の宿場。旧国名は、東都海国、現在の静岡県湖西市二町新居に相当する。新宿は、東海道前坂宿と白須賀宿の間に設置された宿場町で、江戸、日本橋から数えて31番目の宿場町である。浜名湖西岸の今、切り口に面した、 標高約3から5メートルほどの低地に立地し、隣接する新居関所、今切れ関所は、東に浜名湖港に面していた。新宿の北から、東は浜名湖に、南は遠州灘、太平洋に面していた。現在の静岡県湖西市新条町新居に相当する。平安から中世までは、 浜名川沿いの浜名橋周辺の橋本塾が繁栄していたが、明王地震、津波の被害により壊滅し、今切れ、新地区へ移転した。江戸時代には、浜名湖今切れ口の対岸にある前坂塾との間に、今切れの私が置かれ、東海道の要所の一つとして、今切れ関所、新居関所が置かれていた。現在、浜名湖の埋め立てのため、新居、関所及び今、 切り口周辺の地形が当時とは大きく変化している。新居石所は、新居石跡、新井の石跡として、国の特別史跡に指定された。隣接地に、新居石所資料館がある。浜名湖の水を外洋に流出していた浜名川は、荒れの先から浜名、小松茶屋を経て、帯の港で円州ならで外洋に開かれていた。浜名と小松茶屋の間に浜名川の橋、 浜名橋が架けられていた。地名は浜名から橋本、荒れの岬から荒れ、帯の港から松山へと変わった。橋本は浜名橋による地名で浜名川と東海道が交差した港湾都市であった。鎌倉時代には東海道の要衝として宿が置かれ、大永九年には足利義満により、橋本、天竜、大井、富士川、木瀬川は今川康則を、 奉行職として管理されていた。明王七年八月の地震津波以前の国王の絵図によると、前坂、前坂と新居は陸続きで、新居の地名の由来となる、荒れの先に、荒井の集落があり、前坂、前坂は当時前沢と呼ばれていたという。また、大見国風土記伝によると、王栄十二年、文明七年、明王八年の地震の説明にて、その地名がある。 明王七年、1498年8月25日に、明王地震が起こり、遠州奈沿岸は、大津波に襲われた。浜名湖海峡部は沈下し、今切れ口が決壊して海水が湖に流入し、塩水湖となった。また、明王地震により橋本は壊滅し、住民は、今切れ位地区、にいちく、荒井に移転した。その他の橋本での地震の被害は、 大見国風記伝にて、記録がある。浜名古水雲の拠点は橋本から、今切れ、新地区に移ったことを示す記録には、天文十二年、五百五十三年に、今切れ渡し、工事三年、五百五十七年に、新居里塾が文書にあり、新居を浜名古水雲の拠点とする記録に、永禄五年、五百六十二年の今川氏真、印状があった。 金星宿駅の規律は、慶長6年、1601年とされ、後に追加されたものもある二塾は、東海道の遠州路旧宿のうちの一つであり、宿駅では、人罰規律を行うため、どんやが宿を統括し、宿、助郷の人罰、次律事務処理を行っていた。しかし、宿駅の力が弱い場合、隣接する村落が、か宿となり、人罰規律の義務を分担した。 人罰技術は、東海道に天馬を定めたのは、関ヶ原合戦直後の慶長六年に各宿常備尾、天馬十六匹、豊臣氏滅亡後の現那二年に七十五匹、三近交代確立後の寛永十五年、1638年には百匹となっている。その後、元禄二年、1689年に、スケゴー改正の加齢が下され、元禄七年には、 助け制度が確立した。新宿の常備人馬100人100匹のうち人足36人、馬36匹は、橋本村が引き受け一部分担させられていた。新宿の助け高は、文政2年、1819年に5705国であり、遠州路最低で、東海道53時中51位、茅やを持つ、宿場町で、茅やは、橋本村であった。は、 新井塾から北西に伸びて、浜名湖西岸に分布している。元六十二年、1699年には、高潮被害により、関所が大破し、新宿塾では、約120件が流出した。元六十四年、1701年に、津波のため関所を移転した。その後、宝永四年、1707年に、宝永地震が起こり、 地震と津波のため家屋855件が倒壊、または浸水した。新宿や都線は大きな被害を受けた。新居の放映地震の被害は、個数665件中120件が流出、1畳ほど3メートルの津波が3回あり、関所跡となしとの記録が残っている。翌放映5年、1708年に、関所は現在地に移転した。 今切れ口の復興と今切れ関所の流出、移転によって、今切れの私が27町、2.9km から1里、約4トルに延長して渡航が不便になったため、旅人は東海道の利用を回避して、本桜活を通行するようにな。翌方へ5年4月に今切り口の修復と新宿の移転は一応の完了を見たが、方へ自身から1年以上経過した後も、 東海道に利用者は戻らず復興もままならないことから、法永六年三月千七百九年に新宿をはじめ、浜松、舞坂、白須賀、二川、吉田の六宿は公的旅行では東海道を利用するよう単願状を出した。十年後の京法二年七百十七年十一月になり、本坂道の通行左流となった。しかし、 幕府道中奉行の指令にもかかわらず、旅人がなかなか、東海道筋に戻らなかったという。慶応四年、1868年に、海大一等スケの例、東海道七万国スケが出され、スケ制度の改革が始まり、明治二年村高残高四分金が定められる。これによる新宿の付属スケは、遠州四十三カ村が、浜名湖周囲に並び西となりする。 三河国で八名軍十八家村、下楽軍三十二家村、はず軍十四家村、鴨軍五十三家村、紀州で、なさ軍十九家村、天軍三十四家村であった。その近郊は、遠州で約一万四千国、三州、紀州では、それぞれ二万三千国で、総計六万国であった、明治三年、千八百七十年には、付属スケ合成の廃止が行われ、 明治5年1872年にスケ成が廃止され、人罰技術は民間に委託される。そして明治15年1882年に完全に廃止された。明治22年1889年には町村正志向により敷地軍2位町を設置し、明治29年1896年に軍の再編により浜名軍2位町となった。 明治時代まで、石書の建物が残り、その後学校に転用されたりしながら、保存された。現在、新居に残っている石書の建物は、安政2年、1855年に再建されたもので、日本に唯一現存する石書の建物として、新居石跡,跡として、国の特別史跡に指定されている。2014年、平成26年10月6日、発掘調査によって、 大井保門や土塁の遺構が出土した増形広場が特別史跡に追加指定された。新居石書資料館が石書に隣接している。新居と舞坂を結ぶ様子は歌川広重の東海道五十三次新井では今切れの私が、また五十三次名所図へ聖に新井では今切れの私と石書が描かれている。明王七年。 1498年8月25日に、明王地震が起こり、遠州なら沿岸は津波に襲われた。津波により浜名湖開口部が沈下し、今切れ口が決壊して、湖に海水が流入し、浜名湖は、塩水湖となった。そのため、浜名湖の今、切り口を通過するための前坂新居間を結ぶ、都線である今切れの私が置かれていた。はじめは、 幕府自身が管理していたが、元禄十五年、1702年以降には、吉田城主が今切れの私の管理を委任された。今切れの私は、新宿の水府360人、船数120艘をもって行われ、一部が、前坂塾に常駐、都船、輸送していた。しかし、大通行の際、今切れ都船の常備船が、新宿だけでは足りず、分久3年。 千八百六十三年、将軍上落の時は、大沢領では、堀江村十五層、和田村五層、白洲村二十五層、村串村四十層が出動している。新居から対岸の前坂との間は、約六キロ離れていたが、宝永四年、千七百七年の宝永地震の津波被害により、今切れ口の復興と今切れ関所の流出と移転によって、前坂塾と、 新井宿を結ぶ航路であった、今切れの私が二十七町、二点九キロメートルから一里、約四キロメートルの延長により渡航が不便になった、ため、東海道の利用を避け本坂道に回避した。天保期の都線と船賃は、都線が八十四層あったが、大通行の際には、漁船や、周辺の村からの宿り機線で補った。天保十五年、千1 8 4四年にて、 船賃は、人一人十八分、荷物一打十三分、仮切れ船四百十七分となっていた。新居は、浜名湖と、遠州灘がつながる海港部にあるため、新居から約六キロ離れた対岸の舞坂との間を、今切れの渡しと呼ばれる渡し船で結ばれていた。こうした地形を、自然の要害と考えた、徳川家康は、慶長五年、西暦千六百年に、 土船上に、今切れ関所、新居関所を設置して、入り鉄砲と出女を水際で厳しく取り締まることにした。今切れ関所、新居関所は、東海道の通過だけでなく、今切れ港の検閲も兼ねていた。中世から江戸時代に、新宿を含む浜名湖周辺では、地震、津波被害にあった。明王地震、明王七年では、浜名湖開港部の沈下。 今切れ口の決壊、橋本の壊滅により、今切れ、新地区への移転をもたらした。宝永地震、宝永4年では、津波による被害にて、関所の移転、今切れの私の航路の延長により、東海道の往来者は本坂通へ回避するようになった。甲府県春雑誌には、新居、新井の被害状況と、本坂通、本坂への回避が記されている。その他にも、地震、 津波の被害の記録は残されており、慶長10年、1605年の慶長地震、嘉永7年、1854年の安政東海地震などがある。安政2年の文書には以下のようなものがあり。安政東海地震の被害により、東海道の交通を避け本坂道、本坂市の利用が記録されている。新居関屋と、荒井の関屋と、国の特別史跡旗の国や、 古才史指定文化財建造物その他、注釈、出典、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。